今日はちょっと過激になるかもしれませんけど、ご容赦いただけますでしょうか。まあ、テーマとしては、賃上げできない経営者はもうビジネスやめてしまえ。というですね、非常に上から目線な、あのテーマです。でも、まあ、これいいことだと思うんですよね、値上げって。 値上げが悪だって言ってる国なんか日本しかないわけですよ。しかも、本当に30年間ほぼ値上げしないで、全員を貧しくした。もうこれね、罪が重すぎだろうと僕は思ってます。まあ僕もそう思ってるし、僕はあのオンラインサロンカモビズで1年半以上前から、賃上げ、値上げ、インバウンド、もう経営者これやれと。で、会社員は絶対に抵抗すんなと。特に値上げ。 だいたい値上げに対してブーブー文句言う。そして経営者が影響を受けるのはね、社員なんですよ。お客様もあるけど。でもお客様どっちかというと、あの、うん、と一部上場企業とか大企業よ。ね、マクドナルドとかユニクロさんはさ、値上げすると叩かれんじゃん。テレビで。でも中小企業なんかね、全然ネットニュースとかに出ないし、お客さんそもそもあの、元々の原価知らない。売価知らないから。そんな売れてないから。一番文句言うの社員なんですよ。だからこのことは社員さんも知ってなきゃいけないし、 経営者はビビってんじゃねえボケと。<laughs> やれと。いうことを言いたいし。まあサロンでは言ってるけど、ボイシーではそこまで強い口調では言ってなかったので、今日は行きますよ。思いっきり言わせていただきます。もう一回言いますよ。値上げできない経営者なんかやめちまい会社。 で、僕はね、オンラインサロンではこのトーンで1年半言い続けてるから、あの、うちのオンラインサロンメンバーもみんなね、どうやって値上げするか、いやもうとにかくやろうってうことでガンガンやってます。日本一帯機の山本龍さんもね、それをやったことによって4000万以上の利益を叩き出して、社員さんの給料をトータルで2000万上げましたからね、いや、英断だと思います。しかも単価安いのでやるの難しいからね、よくやったなと思います。 えそして、オンラインサロンメンバーののっとさんもね、この前、怒りの投稿を、怒りっていうか、憤りの投稿かなフェイスブックにしてたので、えっと、もう一回ちょっと読ませてもらおうと思います。日本は安すぎる。安売りのしすぎだ。アメリカのロサンゼルスに行ってきました。ラーメン一杯約3000円。コーヒー一杯約800円。ミネラルウォーター一本750円。 日本の3倍から5倍の値段です。味ははるかに日本のが美味しい。日本の経済指標 GDP は30年間成長がしていない。給料もほとんど上がっていない。なぜならそれは全部安売り競争が原因だ。海外に行くと日本の食べ物の美味しさ、街の美しさ、 丁寧なサービス、素晴らしさを実感します。だけど安い。もっと世界基準で価格を考えて、今こそ値上げ、賃上げが必要だと痛感します。YouTube 講演家の鴨頭嘉人さんもいつも言い続けておられる、賃上げ、値上げ、インバウンドの時代です。美しく沈むのは夕日だけで十分です。日本、復活しましょう。 っていうふうにですね。のとさんも言っていて、ほんまそうやなと思いました。えー、っと、元マクドナルドの社員、鴨頭ガ人ビッグマックでアメリカと日本比べようと思います。30年間経済成長していない日本と、30年間経済成長し続けてるアメリカの違いがこれでよくわかると思います。30年前の日本のビッグマックの価格、391円。現在、450円。えー、アメリカ 30年前239円。現在793円。わ <laughs> かりますか ?30 年前は日本が390円でアメリカ239円。つまりアメリカの方が安かったの。今では793円はアメリカ。これパーセントで見ないとわかんないと思うんで、パーセントで言いますよ。アメリカのビッグマック、30年間で3.3倍、330%の値上げなんです。 対して日本は15%しか上がってないの30年で。そりゃ賃上げできないよ。いい会社員のみんな。みんなの給料が上がらない理由は値上げしてないからです。世界中で賃上げが行われてるの。なぜなら世界中で値上げをしてきたからなんです。 いや別に私はずっと海外に行くわけじゃないんでいいですって言ってる人がいたらちょっと頭ボケてるので言いますよ。30年前いろんなもの比較でいきますよ。例えば消費税30年前3%パー今10%パーよ。で、国民年金保険30年前8400円だったのが今16590円。え、退職金は30年前2871万円が平均だった。今1983万円。 わかります税金めちゃ上がってんの。だけど、給料は上がってないんです。平均年収は455万円。現在も、これいろんなデータがあるからな、418万円というデータもあるし、474万円というデータもある。ほぼ一緒とはと思ってください。変わんないんですよ。で、これが日本経済が完全鎖国ならね、 ねえ、要は賃上げもしない、値上げもしない、バランス取れてるじゃんって言えるんだけど、日本製品で輸入してないもんなんてほぼほぼなくない え、今持ってるスマートフォンどこの製品ですか国産ですかそこに入ってるチップどこの国の本ですか国産ですかその、このアクリル板、アクリル板じゃないのかこれ表面の。この板のところ。これ何製ですか国産ですかっていうか、そもそもそんなこと考えて消費してますかあなたアマゾンで買い物してませんかアマゾンで海外から商品買っちゃったりしていませんかあなた iPhone で有料のアプリとかダウンロードしてアップル税とか払ってないんですか っていうか経営者の皆さんに言いたいんですけど、あなたの業界人手不足じゃないですかあなたの会社人手不足じゃないですか人手不足だった時に何してますかやりがいとかで採用としようとしてますか来るわけないでしょやりがいなんていうのはね、入社した後、アルバイトを採用した後に提供するもんでしょう採用の時には何の関係もないの。いいですか採用は時給なんだ。採用は年収なんだよ。 その後に提供するのがやりがいなんだよ。何を勘違いしてるんだ頭おかしいのかと僕は言いたいです。<laughs> で,もでも賢い人はやっちゃうからね。今ガンガン大企業はね、給料上げてるんですよ。これからもうね、僕は飲食業もやってますよ。焼肉マフィア、池袋。今ね、学生さん向けにね、あの、広告売ってんですよ。言っていいですか時給1600円。チップ還元率30%ですよ。 これ勝てる飲食店ありますか例えば週に5回8時間160時間月間働くと時給1600円かけることの160円って25万6000円だよこれにチップが乗ってくんだよ。ね、チップが例えば10万円もらっちゃったら35万6000円の月収のアルバイトだよ。年収400万になっちゃうんだよアルバイトで。俺社員でも勝てる会社ないんじゃない こんなのと勝負してるの。こんなのって。私です。なんでか。和技術館の値段を20%アップしたからです。いいですか ?2 年ちょっとですよ。2年ちょっとで20%上げてるんですよ、値上げを。日本はビッグマックをレン取ると30年で15%アップ。焼肉マフィア2年ちょっとで20%アップ。わかりますか焼肉マフィアの値上げのペースはアメリカと同じなんです。 一年間に10%から20%上げ続けるってことなんですよ。これが世界標準なの。あなたの会社の商品30年前から 10%20% しか上がってなかったらそれ完全に日本標準。300%が世界標準なんです。先日僕があるセミナーで参加していた女性のね、あの、お寿司屋さんの店長さん年収聞いたら900万だって。 オーストラリアですよ。日本なんかでそんな人いないんですよ。オーストラリアは飲食業の店長の年収900万。日本は300万。ほら、3倍差が開いちゃってんじゃん。それは倍化が違うからです。え、この単純な計算ができない経営者はもう経営者やめちまえ。 大丈夫。あなたが辞めても、ちゃんと値上げしてる会社がお客様にサービス提供するから、社会は困りません。あんたの会社なんか潰れたって誰も困んないんだ。潰しちまえ。いや、あんたの会社が潰れてくれれば、そこで安月給で働いてる社員や、ものすごい低い時給で働いてるアルバイトが高いところに移れるから、早く辞めてくれ。いいかいいものを安くは、悪なんだよ。 一番身近な人を不幸にする悪なんだよ。今すぐ経営者やめてくれ。え、今日はですね、値上げをしない経営者はビジネスの業界からされという非常に厳しいテーマでお伝えいたしました。えー、会社員の方、あなたの会社のリーダーが値上げを決断したら、 対に抵抗するな大喜びでやったーっと喜んでお客様からのクレームに立ち向かいそんなことで文句言うお客さんはあなたの会社のファンなんかじゃない長年支えてたくれたお客様じゃない長年安いものを買い続けた顧客であるもうね賃上げと値上げはもう絶対やろうよもうじゃあインバウンドもねやれるところはやった方がいいと思うけどね本当にこれもうずっと言い続けなきゃな あもう2年ぐらいは言い続けなきゃなっていうふうに思っております。言い続けますよ、ちゃんと。えー、焼肉マフィア池袋のね、今回の学生さんのアルバイトの募集出したんですけど、もう早速、応募がガンガン来ております。<laughs> えっと、立教大学、えー、早稲田大学、青山学院大学、などなどですね。高学歴な、えー、もう英語条件にしちゃったから。 英語喋れる子しか取らないよっていうふうにはっきり言ってあるので、もう学力も堪能なやる気のある方が、えー、続々と応募が来ております。でもね、えっ、ー、と、すいません。全部取れないと思います。<laughs> せいぜい取れても一人か二人。うち人手不足じゃないので <laughs>。うち人いっぱいいるんですよ。だけど、あの、こういうふうにやっぱりあの採用ってやんなきゃいけないんだよっていう事例をね、作ってみんなに説明するためにやっております。あとはうまくいってる、 時に次の一手っていうのもすごい大事なので、そんな意味も含めて私たちはもう動いてるので、もしね、動いてない会社があったら、間違いなく僕が言わなくても潰れます。動いてない会社なんか潰れに決まってるので、動いても動いてもね、もう動きが足りないぐらいが今の日本の状態。やっぱりね、自分の周りを見てるからね、ゆ,ゆっくり動いてるからゆっくりでいいと思っちゃうんだけど、全然違うよ。世界で、もうものすごい多い時折になってるからね。 ま、30年分一気に取り戻すのは無理ですよ。だって今から急に3倍したらさすがにお客さんついてこれないからね。だからこそ、ちゃんと10%アップとか20%アップっていうのを毎年ずっとやんなきゃダメなんですよ。賃上げも値上げも。 もう待ったなしっていうかもう遅れてるんだからもう今年やんないなんてもう完全に終わってるからもう潰れてしまえっていう放送でございましたちょっと過激な言い方しちゃいましたけど皆さんのビジネスが成功してほしいという愛をベースにした悪魔のような放送回でございましたえー、みんなでちゃんと豊かになる正しい選択していきましょうねということで今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますようにせーのいいねー 賃上げ、値上げ、インバウンドだ